パリーグとセリーグの勝ち、何年負け越すねん。西武に負け越した中日のせいだろ。弱い方のリーグがひいきって屈辱だよな。優勝してもしらける。西武がいてくれだから実質10くらい差があるだろう。むしろ2軍並みの西武に負けたとこどこよ笑い。負け越しが当たり前だから伸びないな。思ったより差が縮まったな。最終カード前はもっと差だったと思う。セリーグが後に勝してればトントンだったか。パーフェクトなくせに勝ち越しに凝ってダメじゃない。楽天とソフトバンクいてこれか案外少ないな。実はまだ1試合残ってるんやで。ひいきが勝ってくれたら他は全敗の方が良いだろう。思ったより接戦やな。もっとボロ負けやと思ってたわ。両リーグ対立終わりってなんで飽きられたんやろか。ここ3年はほとんど互角やからか。パリーグのゲーム差が開いただけのイベント。お互いに西武と阪神と海王は荷物背負ってたから互角やな。これだけ実力差あるから DH はセガホームの時でいいよ。いい加減 DH 制導入しろよ。投手が怪我することもあるしアホみたいな制度。楽天便器が稼いでたのになんでこんな僅差なんや。パリーグ球団に勝てないからってセリーグ球団をいじめた楽天と海打ち苦笑チーム。他のチームには2勝して便器だけに3連敗してパリーグを完全に終わらせたチームを許すな。境地にドラが勝ってればイーブンだったのか。意外と差がないな。ご視聴ありがとうございました。